誕生日おめでとう。おどうした。え、豚じゃねえか。もうストレートすぎるな、やることが。いよいよ豚にしたな。本当にこれは本当、なんか別に日村さんが豚だから豚にしたわけとかじゃなくて。おい、じゃあ納得する理由くれよ。じゃあなんでこいつなんだよ。これ中に手を入れれるんですよ。え、だから遊べるんですよ。やって、パペット。あ、パペットってことか。パペット。おー、あー、こんにちは、僕は日村です。豚じゃねえ、豚じゃねえ。やってんな。俺やったな今。俺すぐやったな。なんで僕日村ですか。しかしこの豚のぬいぐるみにはある大きな秘密が。あ、入ってる。あ、手紙。そう、なんとか実は本当これがメインで。これがメイン。そう、中に入れれたらいいなって思って。ずっと仲良くしてくださいね。ずっと仲良くしてくださいっていうメッセージと一緒に。なんなのこれ、もう毛入ってんじゃんか。これはマチューの毛です。え、ちょっと待って。誰の毛？松村の。ちょっと待って、なんかこれはどういう、なんか意味があるの。なんか日村さんとずっと一緒にいたいし、日村さんにずっと私のこと感じてもらえたらいいなって思って。どうしたこれ。本気言ってんのかそれ今。ちょっと待って、これ単純にこう魂を込めたかったってこと。何か、まあ、魂込めるっていうより、うん、本当に単純に日村さんに毛をあげたかった。おー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 い。お前これもな、正気かお前。これなんかどう捉えていいかだよね。いやいやいや、すげえな松村って。やっぱお兄ちゃんだから、なんかずっとこの先もずっと仲良くしてほしいし、うん、仲良くするよ。ずっとずっと、もう7年間ずっと仲良くしてもらえたじゃないですか。いや、してるよそりゃ。これから先もうずっとなんか仲良くしてほしい。いや、仲良くするって別にするじゃん。逆にこれきっかけで仲良くできなくなってくるんだけど。仲良くするから。すげえ発想だな。もう信じられないよ俺。すごいな。面白いな。なんかあんまり喜んでもらえなかったのかなって思う。じゃあこんな経験ないじゃん。いやいや、初めてだから。これで日村さんが喜んで、やつはダメよけだってなると思ってた。想像の中で。そんな状況ねえだろ。ねえだろうよ。ラストはもう一人のクレイジーガール。